この動画は普通にキャピを好きになってしまう動画で3人の方は速やかにブラザーバックスを中止します。最後噛んだなぁ。きちはい、どうも皆さん、こんにちは。スタキブでございます。今回はですね、スカイウォーズ、やっていきたいと思います。はい、今回はね、ハイピクセルサーバーの方で、まあ、ノーマルインサイン、インサネっていうのがあるんですけど、今回はノーマルの方の、スカイウォーズ、空の戦士。違う、間違えた、空の戦士は。某実況者さんのあれだわ。はい、まあ、空の戦い、やっていきたいと思います。はい。まあね、まあ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 、このゲームはそこまで PVP 強い人いないんでね、まあ、ちゃちゃちゃっと敵をぶっ倒していきましょう。気づいて楽に失礼させてもらって。気づいてないよな、お前バカ野郎な。よっしゃ、アディオス。オッケーいい感じじゃないですか、これ。結構ね、空の戦士、まあね、どっかで聞いたことありますよね、この名前。パッ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 ク、危ねえ。何してんだお前、怖いんだけど。だってさ、横乗りされるからさ、な、もうラグすぎんごー。はい、なんかこいつ非対称つけてんのか。はいはい、溶岩持ちすぎ。どこで拾ってきたんだよお前。待て、慌てるんじゃないよ。オッケー、はいはい、オッケー、はい、お疲れ。いい、ちょっと待ってね、手待ちが多すぎて焦ってる俺。焦るな、待ってくれ。これをつけて、とりあえずこれもつけて、で鉄のプレートもつけたい。よいしょ、オッケー、これで安心安全ですね。安心安全かわからないけど。おっと、なんだお前は。あ、やばい、これやばい、察し、あ、おいなりさーん。はい、どうも皆さんこんにちは、つなぎぴ、あ、行ったわこれ。2試合目やっていく、いきたいと思います、思います。はい、やっていきましょう。ちょっとね、2試合目とか言ってるんだけど、実はですね、この2試合目って言ってる動画の前に実は2本ほど間がありまして、それで何があったかっていうと、まあ、お察しの通りです。はーい。いったファーク。ウルトラ上手に落ちました。それではね、3試合目やっていきたいと思います。スカイウォーズ3試合目です。いやー、勝ちてーなー。ちょっとね、今回は MCSG とかスカイウォーズでね、勝てる必勝法的なことをねやっていきたいと思います。はい、まあね、これをやれば確実に勝率が上がるというね、伝説の秘伝の技を、スナーキャップ家に伝わる秘伝の技をねやっていきたいと思います。はい、まあね、その技というのはですね、まあある程度、まあ最初の方はあれなんですけど、最初の方はね、普通に戦いに行くんですが、最初の方は戦いに行くんですが、が、ちょっとここで戦いたくないな。おれ、釣り竿だぜ。待って、うわー、怖い。怖かったよー。何をしている。はい、ありがとう。まあね、こんぐらい装備が整って、落ちたくね、今の。落ちたくね。落ちてったよな、今の装備。ねえ、マジっすか、ガチっすか。いや、落ちます、落ちちゃいます。まあね、まあとりあえずこうやって、まあ、ある程度ね装備ができたらイモるんですよ。これがね、僕の新しいじゃなかった、元からあったつなぎアピケに伝わる秘伝のバスですね。はい。怖
怖すぎ。あれ装備強いな今。強くなかった？パッツ強っ。あんなん無理だわ。もう芋だわ。やっぱツナキャプテンに伝わる秘伝の技をこれが言いたいだけなんだけどさ。よいしょ。名付けて土の中にこもる芋るそのまんまだわそのまんまだわ。まったくマジでよ。はい、というわけでね、ここら辺から上がろうかな。なにこれ、え？え？待って、なにこれ、え？なにこれ、なに？え？なにこれ、なにこのブロック。あ、ただのバグか。失礼します。よいしょ。中のチェストは、おお、いいね、いいっすね。やるじゃないですか、あの装備の言い方。やるじゃないですか。待って、おっとっと、待て、落ち着け、お前ら。いざ尋常に。あ、失礼します。あぶねえ。イモるんですよ。